皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。DakioWorks The Secondでございます。私はただいま静岡県沼津市にございます JR 沼津駅の前に来ております。本日は令和2年11月21日土曜日、世間では3連休の初日。今回はこちらの伊豆箱周遊ワンデーパスを用いまして、こちらの券面に記載されている電車やバスを乗り歩こうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。早速ではありますが、御用邸記念公園行きのバスに乗り込むことにしましょう。3連休の初日ということもあり、それなりに乗車があったようです。ご注意ください。では発車です。ご注意ください。ご乗車いただきましてありがとうございました。海が見えてきたところで、まもなく沼津港に着きます。沼津港でほとんどが下車し、賑やかな車内から一転、貸し切り同然の状態に。先ほど沼津駅からのバスを降りまして、ここ沼津御用邸記念公園の前に到着しました。ここで開園50周年記念イベントが行われているそうですので、まあせっかくですし中に入っていくことにしましょう。入園して早々、ここで西附属邸を見学することにしましょう。これはかつての御両者たる日産プリンスロイヤル。映像では分かりにくいのですが、近くで拝見すると想像していたよりも大きい。巷を走る乗用車がいたずらに大きくなっている昨今ではありますが、この日産プリンスロイヤルはそれらを優に超えているでしょう。一通り見学も終わったことですので、この辺りでブレイクタイムとしましょう。こちらがお休みどころ、シュメ。主の馬と書いてシュメと読むそうです。いただいたのは一見するとコーヒーゼリーのようですが、実はわらび餅。その名もコーヒーわらび餅。大抵の場合、わらび餅はきな粉をまぶしていただくのですが、このコーヒーわらび餅はコーヒーゼリーと同様にクリームを入れていただきます。舌触りはわらび餅、味はコーヒーといった不思議な食感でしたが、当然ながら美味しくいただきました。ここで沼津御用邸記念公園を後にしまして、バス乗り場へ向かうことにします。はい、お待たせいたしました。リハビリ病院経由長岡駅行きです。伊豆長岡駅行きのバスは割とすぐに来たようで、早速乗り込むことにしましょう。次は海岸線に別れを告げ、国境の短いトンネルを抜け、沼津市から伊豆の国市へ。ご乗車ありがとうございました。はい、長岡駅行きです。終点長岡駅到着になります。落とし物、お忘れ物のないようご注意ください。またお釣りは出ませんので、両替を済ませてからお支払いください。はい、終点長岡駅です。はい、ドア開けます。足元はいです。先ほど伊豆長岡駅に到着しました。ただいま正午を若干過ぎたところです。これより先伊豆ザコニ鉄道寸頭線に乗りまして三島方面へ向かおうと思います。長岡からは伊豆箱根鉄道寸頭線に乗り込み三島方面へ。ここは気になるものがあったので韮山で降りることにします。先ほど韮山に到着しました。ここ韮山駅の前で気になるものを売ってるところがあるようですけども、果たしてあるのでしょうか。残念、準備中でした。先ほど申し上げた気になるものは準備中だったんで、後ほど出直すことにして修善寺方面へ向かうことにします。その気になるものについては後ほど出直すことにして修善寺方面の電車に乗り込むことにします。牧野港に到着しました。時計に目をやりますとあと10分少々で午後1時、13時になろうとしているところです。そのような状況下ですので、そろそろ食事ができるところを探さないといけないんですけども、果たして見つかるのでしょうか。牧野港の駅から割と近いところにとんかつ屋さんがあったので、ここでお昼ご飯にしました。牧野港の駅からそんなに離れてないところで美味しいとんかつをいただくことができました。ごちそうさまでした。まあお腹も満たされたことですし、そろそろ牧野港の駅へ戻ることにしましょう。牧野港で電車に乗り込み、終点の修善寺へ向かうことにします。本日も水箱根鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。修善寺です。牧野港から一駅乗って先ほど修善寺に到着しました。この後はバスで修善寺の温泉場へ向かおうと思います。失礼します。大丈夫です。発車します。ご注意ください。お待たせいたしました。お降りの際はお近くの部材でお知らせください。修善寺の駅前からはバスに乗り込み、修善寺の温泉場へ向かいます。先ほど修善寺の温泉場に到着しました。正直なところ GoTo キャンペーンの影響かどうかは知りませんけども、人はそれなりにいるようです。それではしばらくの間修善寺の温泉場にとどまることにしましょう。まずはギャラリーへ。ギャラリーではしばし展示物を見入ることに。竹林の小道もなかなか良いものです。この界隈ではどうやら紅葉が始まっていたようです。すいません、わらび餅のソフト1つ。本来ならわさびソフトクリームをいただくのが筋ですが、あえてわらび餅のソフトクリームをいただくことにしました。時間も押してきてますので、そろそろ駅へバスで戻ることにします。駅です。駅です。ここ修善寺で三島方面へと電車で向かうことにします。修善寺で電車に乗り込み、三島方面へ。普段の気になるものが諦めきれず、韮山で降りることにします。再び韮山に到着したんですけども、果たして気になるものは買えるのでしょうか。すいません、はい、アンシャル焼きのカスタードとチョコレート。カスタードとチョコレートね。はい、ありがとうございます。カスタードできて、今できたばっかのもんで中が熱くなってますので、はい、食べると気をつけてください、はい、お待ちどおさまです。はい、ありがとうございます、はい、気をつけて。はい、ありがとうございます。あ、クジラがね、この反射炉焼き、韮山高校に通う生徒たちの間で人気があると伺っております。せっかくですので早速いただくことにしたいんですけども、これは後でのお楽しみってことで。韮山から電車に乗り込み、三島方面へ向かうことにします。日が短くなってきたせいでしょうか、車窓では日が沈みつつあります。三島広小路に到着しました。ここ三島広小路はかつては広いと思ってたんですけども、現在はご覧の通り。それでは時間もしてますし、三島の街中を歩くことにしましょう。三島広小路の駅から三島市街地を歩きましたが、時間帯が遅いせいでしょうか、さすがに歩いている人はほとんどいませんでした。もはや消化試合の様相を呈してましたが、それでも日中とは異なる表情を見ることもできました。三島大社を経て、結局のところ三島田町の駅まで歩きました。先ほど三島に到着しました。まあすっかり日が短くなって辺りは暗くなってきました。今回は若干慌ただしいところがあったんですけども、これはこれでまあ良かったんじゃないでしょうか。以上をもちましてこの動画を締めることといたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。